はい、皆さんこんばんはー。こんばんはー。こんばんはー。いやー、なんか華やかですね、今日ね、お二人。いいですね。横をちょっと野郎どろもいっぱいいますけども。皆さん元気ですか、はい、日本の皆さん元気ですか元気ですか元気があれば。何でもできる。お、何でもできる。キコラタウンは、ああ。ということで、本日久しぶりなんですけどね、見かけ店からお送りさせていただきます。よろしくお願いします。キャー女子ーって言われてますけど、女子女子ーって言われてます、ね、やっぱ女子が出るとね、こうリスナーさんも喜びますんで、まあ、華やかなお二人だけ映しときたい感じですけどもなんか耳渡したらこそばい感じですけど、1個だけ出した、はい、こんな感じで、じゃあ今日は、見かけ店から放送していきますので、よろしくお願いします。お願いします、はい、ということで、今日はね、ちょっとたくさんあのお知らせもあるということで、じゃあこれ代表して誰かがお知らせいただけるんでしょうか。いくんですか。あ、じゃあでは私が行きます。バツ山本さんから行きましょうか。はい、バツ山本お久しぶりですはい、お久しぶりです。まだまだ10月9日まで休まず営業いたしまして。あ、なるほど、はい、で10日定休日で11日、はい、生誕日となるんですけども、はい、こちら、お、入れ替え初日、顔を出してください。顔出してください、はい、この笑顔も待ってます。あ、いい笑顔、ええ、いい笑顔ちょっと照れくさそうな、はい、寝台入れ替え初日となります、はい、ぜひね、まあ、3連休ありますけどもね、今週末かな、はい、まあ、それは、休まず、営業させていただきまして、でその後に入れ替えしまして、まあ、11日、はい、寝台入れ替えオープンということで、はい、朝10時からお出迎えさせていただきますのでね、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います、はい、まあ、あと入れ替えに関してはね、あの P ワールドまた反映されると思いますので、はい、機種の方はチェックしていただいて、まあ、11日は、見かけてにとってはね、ちょっと大事な日かなという感じになりますので ね、 ぜひぜひ。12月11で10周年になりますんで。あ、もう10年。はい、いや、10歳。確か去年ね、あのグランドオープンの確か12月11日っていうのを言ってたような気がするんですけど、早いですね、1年経つの。はい、もう今年もあと2ヶ月ちょっとなんでね、頑張っていきたいなと思いますんで、10周年おめでとうって言われてますね。はい、もうちょっと、もうちょっと後ですけどね、はい、はい、とりあえず11日ぜひ来ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。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 ということで、今日はね、ちょっと見かけも役職がね、ちょっとずつ変わっていってるっていうことで聞いてますけども、まあ、今回は役職とアルバイトの方、お二人ずつ出ていただくということで、ニコ生初めての方は、じゃあ、アルバイトの方かな。はい、はい、どうぞ、前に。なんかフレッシュな感じですね。若いですね。若いですね。若いっていいね。ほんまや。ちょっと、お二人初めてなんで、自己紹介を、はい、聞いといていただいたら、お名前と、まあ、キャッチフレーズ、もしくはあだ名と、年齢と言っていただけたらと思います。じゃあ、お願いします。どっちでもいいよ。はい、鳥取から来た石田です。鳥取から、はい、鳥取の最終兵器石田と申します。最終兵器なん、はい、石田くん、 おいくつですか。21歳です。21歳、若いですね。見かけ歴はどれぐらいなんですけ。見かけ歴は3年です。あ、めっちゃ長いですね、はい、じゃあもう結構ベテランじゃないですか。そうですね、ベテラン勢で。あ、なるほど。ベテラン勢、ベテラン勢、なるほどね、はい、じゃあ21歳、はい、なんかちょっと21歳に見えないですけど大丈夫ですか。大丈夫です大丈夫ですか。ちょっともう年齢詐称疑惑とかないですか。どっち、どっちで、ちょっと私はハイな方なかなと思いますけど、全然大丈夫。申し訳ございません。はい、ちゃんと21歳21歳、わかりました。じゃあ石田さん、あだ名とかどうなんですか。 あるんですか。ないんで、どうしましょう。ダッチでいいじゃないですか。ダッチ、ダッチでいきます。石ダッチってこと。そうですね、ダッチだけで言われてるんで。あー、じゃあダッチ、そちらで。ちょっと下ネタのダッチじゃないよね、大丈夫ね、これね。まあ、時間的にそれでもいいんじゃないですか。あ、そっちいい。ギリギリ大丈夫。まあまあまあ、もう超えてるから大丈夫ですよね。はい、はい、じゃあダッチよろしくお願いします、はい、お願いします。はい、じゃあ次、こちらもアルバイトの方ですかね。はい、じゃあ自己紹介お願いします。山…あ、いや…ほ、はい、徳島県から来た珍獣の山口と申します。え、珍獣なの。はい、珍獣です。なんで、なんで珍獣なの。なんで、徳島の田舎の方で育ったので珍獣です。珍獣、はい、あ、はい、貴重ってこと。はい、貴重です。え、おいくつなんですか。ダッチと同じの、今年22歳です。あ、ほんと、はい、ダッチの方が年上に見える。そんなに。なんか21歳らしい、なんか、まあ、老けてますか。そうですね、老けてはないけど。あだ名どうし、あだ名は、あだ名は珍獣。そうですね、珍獣で。珍獣で。はい、
徳島県民に謝れって言われてますけどね。徳島県に言ったわけじゃないよ。この山口くんが珍獣ってだけやからね。わ、はい、かりました。じゃあ、21歳コンビで今日は、チーム組んでもらうという感じでいいですかね。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ役職はこのお二人ということで。はい。じゃあもう名前だけ軽く言っててください。じゃあ。じゃあお先に行け。はい、もう言ってますが、バツ山本です、はい。久しぶりです。久しぶりです。バツ山本さん、はい、その後進捗どうですか、彼女とか。まあ、一歩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 と進めていけばいいかなと考えてます。そうですね、はい、まあまあ時間はありますんでね、はい、たっぷりね。じゃあバツ山本さんと、はい、主任の長浜です。先月でロングビーチさん、あ、はい、主任だったの、おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、見かけて忙しいですからね、主任頑張らないとね。はい、ロングビーチさんと、じゃあ、バツ山本さんのお二人で今日は役職チームで組んでいただくんで、はい、大丈夫ですか。はい、頑張ります、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ一応今日は、シンフォギアライトミドルなんですけどね、まあ、こちらちょっと放送2回ぐらいやったんですけど、全然各編に入らなくてですね、ちょっと寂しい感じになってるので、ちょっとシンフォギアのイメージアップしたいなと思いますので、お二人頑張って二チーム頑張ってもらってもいいですか。大丈夫ですか。はい、はいはい、お願いします。一応店長今日どうします。チーム分けしてるんで、なんか店長からミッションあればいいなと思うんですけど、また罰ゲームを。そうですね、はい、もう用意してる。まだしてないです。また考えます、まあ、はい、どうしましょうかね。まあ何回ぐらいはやっぱ当てなあかんやろみたいなありますか、ノルマみたいな。まあ、3回は当てないと。あ、3回はね、199なんでね、初当たりが3回ということで、各編含め、まあ、とりあえず3連もしくは3回。軽い、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 あ、まあ、役職とかで軽い言うてくれ大丈夫本当に。まあ、とりあえずじゃあ、稼働と稼働にとあるんですけど、これは好きな方どっちが選ぶ感じですか。そしたらじゃんけんをアルバイトでしてもらって。あ、いいですか。で、勝った方を選んでもらうと。あ、そう、え、あ、対戦、あ、そういう、あ、そうする、はい、アルバイトと役職で混合にしますか。じゃあ混合にしましょう、ね、下克上でもおもろいかなと思ったんですけど、アルバイトのこと買ったら役職の方に罰ゲームでさせれますよ。あ、どっちがいいですか。いや、チームでいいと。チームで。お、強気やな。じゃあ先攻後攻じゃんけんで。あ、そうですね。あ、まあ、どっちが。え、それはもうスタッフの方好きな先攻後攻というか、どっちの台にするか。あ、そうですね、はい、角か角にか、角台で。じゃあ、はい、あ、バイト VS 役職でいいよ。面白いよね、下克上、はい。そう、じゃあどうします、角か角に。選んだもん勝ちですよ。スタッフが角で。あ、わかりました。じゃあ、移動しましょうか。じゃあ、リレー式みたいな感じにしましょうかね。バトンタッチはチームによって変えてもらっても大丈夫ですので、先に打つ人だけ一人ずつ選んでもらって。あ、調子ですもんね。帰りますので一言だけ。あ、そうですね、はい、女性陣せっかく。このお二方実は前見かけての放送の時に出てますんで、覚えてる方多分いらっしゃるかもしれませんね。まあ、そのままマイク持ってもらって喋れますよ。何喋ればいいですか。何喋ればいいですか。ああ、好きなゲームの話とか。好きなゲーム、シンフォギアの話して。シンフォギア得意。シンフォギアはちょっと最終回を、はい、ちょっとまだ放送されてませんでしたっけ。もうされてますよね、新アニメ。昨日ちょっとまだ録画してるんで、はい、ちょっと見れなくて、はい、多分熱い戦いだと思うんで。熱い戦い。あ、これ詳しかったんですか、シンフォギア。ん、詳しいんですか。もう第1期2期3期見てないです。3期まで。今3期今4期かな。好きなんですか、シンフォギア。好きなんですか。あれ大丈夫ですか。あ、シンフォギア。あ、大が好きなん、はい、好きなんですか。あ、私まだ売ってないです。窓マギはやりましたけど。これ、このシンフォギア見てたんですか。アニメ、はい、見てました。出たらよかったのに今日。ちょっと悩んだんですけど。あ、はい、ちょっと彼氏待ってる、旦那待ってる。彼氏は別れました。ごめん、なんか聞いてごめんなさい。いや、ちょっと帰ってゆっくりシンフォギア見ていただいて。はい、シンフォギア家で見ておきます。そうですね、また機会あったらね、うちに行ってもらったらいいかなと思いますんで。はい。どうしたんだよって言ってますけどね。まあ、その辺は軽く触れてあげてください。じゃあまたぜひ見かけの放送あるときは出てください。はい、もうその時は、はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ三宅さんも一言もらっていいですか。はい、ちょっと三宅もまた、はい、出させていただきますので、はい、また次よろしくお願いいたします。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、頭が真っ白になってるって言ってますけどね。大丈夫ですか。はい、
はい、じゃあまたぜひよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。お仕事お疲れ様でした。また明日も頑張ってください。ありがとうございました。はい、じゃあ代表で押しましょうか。お願いします。彼氏に振られたんかって思ますね。まあそれぞれ事情はねありますから。大ぶれに乗ったつもりで打ってください。え、大ぶれに乗ったつもりいや、まあ勝つんで大丈夫です。CR フィーバー選手選手進行。そうですね、音量ちょっと1まで下げていただけたら。はいはい、OK ですね。じゃあこんな感じで、じゃとりあえず3回は乗るまで当てていただけないと困りますので、ぜひよろしくお願いします。もうあれかな、シダモードなってるんで多分大丈夫だと思います。じゃあもう端、はい、じゃあお願いします。あ、この台当たって連チャンしたのまだ見てないって言ってますね。結構でも入ったらすごいですよね。そうですね、 V ラッシュ入れば 80% 継続っていう風に解析は出てますけど、座るときめっちゃ音大きいよね。そうですね、シンフォギーはちょっとあのデモ画面が大きいんで。とりあえず今日はチームアルバイト VS チーム役職で、アルバイトのお二人はまだ学生さんなんですか？はい。あ、学生か。学生。若いっすね。20歳やったら。カメラ OK ですかね。これ4。じゃあそんな感じでいきましょうか。はい。あ、入ってます。シンフォギア詳しいぜいた方がいいよね。まあアニメはね、まあリスナーさんもあんまり知らない人多かったですけどね。アルバイトで学生なんですねと言ってますね。石田君、ダッチ君ね。はい、そうそうそう。え、学生さんってことはあのこの辺 の, あの学校を通ってらっしゃるんですか？そうですね。あ、じゃあ、え、この辺地元になるんですか？あ、そうか、地元じゃないもんね。鳥取の最新兵器です。そうやね、最新兵器。鳥取はたまには帰ってるんですか？そうですね、結構大事にしてるんで。大事にしてる。就職も鳥取県で。え、鳥取帰るんですか？そうなんですよ。あら、もう決まってるんですか？はい。あ、そうなんや。じゃあもうすぐでこあの神戸生活終わっちゃうんですね。そうですね。ちょっと満喫しとかないと。そうなんです。なんで今回ちょっと出させていただく。思い出作りやん。鳥取なんもないやんって言われてますけど、鳥取な何があるんですか？ちょっと魅力言っとかないと。あの皆さん、あのそうですね、砂丘のイメージしかないと思うんですけど。まあ、確かにね。はい。砂丘しかないんで。ないんや。まあ、ぜひ砂丘見てもらって。はい。鳥取は、ほんまに砂丘しかなかったっけ？いや、でも温泉も結構いいんで。はい、米子？あれはちゃうな、あれ島根か、米子は。米子も鳥取県です。いやね、はい、米子温泉とか有名ちゃいました。鳥取なし、結構有名なんですよ。なしはって言われてます。あ、なしも有名ですね。あ、砂場っていうコーヒー屋さんありましたよね。あります。あるんや。出せばいろいろあるんで。あ、結構みんな知ってはるじゃないですか、はい、湖南空港。あ、空港はないですね。あ、湖南空港はない。駅があります。あ、湖南駅がある。へ、はい、砂丘とらっきょとなしのイメージがある。あ、素晴らしい。温泉はどこにでもありますってやってます。間違いないです。あれ、ハワイ温泉っていうのは鳥取じゃなかったっけ？はい、鳥取です。ですよね。はい、あの、いとき、あの、某携帯会社の CM さんで話題になりましたの で、ね、20世紀なしって言われてますね。あ、有名です。僕の地元が、この辺です。なるほどね。砂場コーヒーわらわらって言われてますね。もうでもこれ鳥取県もスタバできたんでしたっけ？そうなんですよ、スタバもできて、セブンもできて、なんかスターバックスコーヒー唯一なかったんですよね、鳥取県。確かなかったんですかね。それでなんかできたっていうニュースになってましたけど、ね、100人ぐらい並んだみたいですね。100人、はい、スターバックスに。すごいね。会社がゼロって聞いたよって言われてますね。そしてパスポートいるんだよね、鳥取県。いらないです。パスポート別組やね。外国じゃないです。結局鳥取の誇りは砂丘だけって言われてますね。そうですね。砂の民、太鼓持ち石田。鳥取の知事がいいキャラしてるよね。ああ、私ちょっと鳥取の知事さんはわからないんですけども。あ、そうなんですか。人がいいと思うんですよ。あ、なるほどね。テレビとかも出られてるんで。あ、本当。はい。桃鉄で鳥取の、梨園は、あ、梨園かは臨時収入が結構あるので買ってた。桃鉄かい。梨有名。20世紀梨が地元ってどこや。山本隆弘。
これなんて読むんでしたっけ、漢字の3に朝って書いて、これ地名の名前なんでしたっけ。三笹ですね。三笹か、三笹温泉か、はい、これも有名ですよね。確かに有名ですね。鳥取はセブンあるんか。セブンあるみたいですよ、できたそうです。はい、三笹砂場コーヒー、おままごとですか。多分スタバをちょっとこうリスペクトして作ったんかなって感じですけど、鳥取の黒歴史、らっきょうチョコレート、知ってます？らっきょうチョコレート。いや、わかんないですね。こんなんあるんですね。どういうことですかね。なんか売ってたみたいですけどね。気になりますね。こんばんは。鳥取弁ってあるんですか？ありますね。鳥取弁どんな感じですか？僕結構出てるって言われますけどね。あ、本当？何々だでとか。だでっていうの？だがとか。へー、それ鳥取弁なんや。多分そうですね。鳥取でも何個かあるみたいなんですけど。どうなんですか、やっぱ関西弁とはやっぱちょっと違和感ある感じですか。あ、全然違いますね。あ、違うんや、はい、ちょっと怖かったですね、やっぱり。怖かった、関西の人怖かったです。なんでちょっとこうオラオラしてる。本当に最初は本当怖かったです。すごい。あ、ちょっとダッチ君チャンス来てるで。はい、こちら今ギジさんですか。ギジ2でも、ギジ2か。ちょっとロングミーさん負けたあれですよ。罰ゲームですよ今日。辛いっすね。お、いいんじゃないですか。3いけそう。あ、今 2? あ、今さ、ちょっと先読み入ってましたからね。あ、でも暑いですね。ちょっとチャンスかもしれないですね。そうです、先手取られそうです、ね、はい。あ、でもリーチ。あ、よかったら、後ろ座っときます。あ、じゃあどうぞどうぞ。あ、でも3いってます。あ、暑いやつ、暑い。お、いける。あ、結構暑いやついってます。ロングビーさん、やばいんじゃん。やばいっすね。ちょっとこっち、今進展全然ないんで。ないんや。なんもないっすね。名古屋弁みたいよ。あ、名古屋弁みたい。名古屋見てんのかな。あ、一応これ3人出てきましたね。これ割となんか激アツが外れるイメージがあるらしいんですけどね。あるであるで、ね。あ、右下が白やったから微妙。関西弁は慣れるまで怖い。はい、怖いかな。怖いですね、本当に。でもこれで外したら何回見てる。あ、絶勝。絶勝いったら当たったら交代。当たったら交代、はい、白兵引かないと思います。そうですね。レバブルないと基本期待しない。あの、三強さんのね、最近の台はレバブル予告熱いですからね。石田当たっても調子に乗るなよって書いてます、はい、これ身内じゃないの。石田誰か見てるんですかね。かもしれない。あ、まあシングルスもね、それ絶勝じゃなくて、あの、後半あれですね、はい、シングルの絶勝は弱いみたいなね言われてましたね、はい、まあちょっと弱いかな。ストーリー系やっぱ引かないと。これね、フルーツ柄単発で出てもちょっとあんまり期待度良くなかったみたいなんでね、やっぱ熱いリーチ何個か、熱いリーチとなんか熱い予告何個か絡まないと厳しいですよね。何もない剣の誇れるものがなし、ややこしいってね。元山陽の会社は鳥取にあった。あ、そうなんや。三笹さん、海域温泉行ったら周りに大人の銭湯がいっぱいあった。 あ、そうなんや。僕はまだ未体験。あ、未体験、はい。まあ、でもまた帰ったら分かんないですね。行くかもしれない、ね、なんとも言えないです。セブンないとこってもう沖縄だけだよ。あ、そうなんですね。沖縄はセブンイレブンないのか。砂場コーヒー飲んだことありますか。ガッチ君、ないんですけど、なんかスタバのレシート持って行ったら割引されるみたいです。はい、すごいね。すごいですね。そんなね、ライバル意識してる。なんか入ります。あ、前に名古屋から鳥取日帰りのバスツアーあった。昼食兼ねて砂丘滞在1時間半でトンボ帰りの謎ツアー。砂丘をこう巡るだけの。すごいね。レバブルか剣保留で7割でね、目離してたけど外した。各編で交代ってめっちゃ美味しいやんって言ってますね。あと保留が全部手紙保留とかは熱い。ああ、なるほどね。石田見てるよって言われてますね。あ、ありがとうございます。誰やろう。分かんないです。剣保留はまだ外したことないって言われてますね。俺は全部完璧でも結局当たらんし何も期待する。ああ、一発予告出たらそれはね期待できますけどね。ちなみに、アルバイターの方2人関西の夜のお店行きましたかって言われてますけど。ああ、僕は行ったことない。あ、行ったことない、はい。だって、まあ、また学生生活はね、ちょっと高いですもんね、夜のお店もね。そうですね、はい。あの、横の先輩に連れてってもらったらいいんじゃない。ありだと思います。ロングビーさんね、今日買ったらちょっと連れてってくださいよ。そういう罰ゲームも、そうですね。ありですね。そうですね。
もう関西からね、もう帰るんやったらね、はい、そうですね、最後にちょっとお前、ね、思い出作りに先輩のあれをね、スタバのレシート持っていったらコーヒー2杯飲めるんやとかでまあか普通に買ってね、スタバ持ってたらもう1杯もらえるのか、はい、割引か乗っ取り券で言うんじゃなかったっけ行ったことない、嘘はよくない、夜のお店行ったことないっていうのは嘘やって言われてますけど、ね、ないですね。あ、彼女は、彼女います。あ、いるんや、はい、あ、いるんやったらな、いかんでもいいですよね、はい、え、じゃあ彼女とはどうするんですか、遠距離。いや、彼女も鳥取の人間なんで。あ、そうなの。そうなんですよ、一緒にこっち来て一緒に帰るみたいな。ラブラブかそうです、ね、そんなんあんのや。え、もともと同級生とか。はい、高校から。マジで、はい、すごいね、純愛やね。純愛ですね。そんな夜の店行ったらあかんわ、彼女かわいそうやわ。絶対行けないですよ。え、彼女やっぱそういうとこは行ってほしくないみたいな言います。あ、結構厳しい。あ、厳しいんや。怖いです、ね、もうカスピ海に沈めって言ってます確かに役職はたくさんもらってるから連れて行ってもらい、鳥取の夜のお店情報を知りたかった。あ、申し訳ないです。彼女に内緒で行くのがまたいいぞ、いるんか爆発しろすごいね。じゃあ、もうじゃあお付き合いして4年もっとか、4年ぐらい。もうすぐ4年です。はい、やっぱ結婚考えてるんですか。そうですね、僕ももう22なんで。え、早くない？いやでも、ね、もういいの別に。はい、彼女は結婚したがってるんですか。そうでも僕はしたがってるんで。ダッチ君がしたいの。そうですよ。へえ、めっちゃ好きやないですか。片思いなんで。今プロポーズする。いや、ここではちょっとあの過去に2回、2人ぐらいいたけど、あの役職の方、生電話でプロポーズした人。それは罰ゲームにとって一応2分の2で、成功しますけどね。え、僕も成功する自信ありますよ。 あるんや、はい、どうする。ごめん、ちょっともうちょっと先考えさせてとか言われたら。それも夜の店に。夜の店行く。先輩に、鳥取戻らないと彼女に行けられる。4年だったら彼女飽きてきただろうとやってますね。いやいやいや、そんな悪魔のささやき大阪鳥取なんか特急で近いよって。鳥取やったらどっちでスーパーハクトになるんですか。スーパーハクトですね。あ、2時間ちょいぐらいかな、はい、2時間半で帰れます。遊んどいた方がいいぞバイト君みんな悪魔のささやきが多いですね、そういうの、ね、遊びやってから結婚しないと後悔するってやってますね。あ、一時期考えたんですけど、まあ、でもやっぱり彼女の方がいい、はい、あ、すごいね。彼女もダッチ君のことをめちゃめちゃ好きなの。いや、まあそうだとどうする、めっちゃクールやったら彼女。いや、まあでもいい子なんで。いや、いい子なんや、はい。彼女はこう神戸とか このこっちの関西の色には染まってないんですか。全然。いや、でもめちゃめちゃおしゃれなんですよ。あ、そうなんや。で、僕ほんとしんどいんですよね、だからしんどいすごい背伸びして。おー、あ、彼女に合わせてるってこと。ほんまはどんな格好がいいんですか。ダッチ君は。僕ほんと上下ジャージみたいなパチンカスやないかいまあまあ、うん、そっか。彼女は普段どんな格好してはるんですか。じゃあほんと神戸の女性って感じです。あ、そう。割とハイスペックですね。じゃあ神戸の女性割とね、おしゃれさん多いですから。なんかアパレルの仕事も今やってて。上下ジャージはおっさんってね女は分かんねえぞ、結婚した途端に性格変わるぞってやってますねまあまあ、結婚した途端っていうかね、こうやっぱでもみんな変わるよ。まあ、その辺は罰山本さんに語ってもらおうかなと思いますけど人生の経験者ですからね。ジャージはあかんわって。俺も彼女は浮気してると思うとか言われてますそんな不安煽らないで。やめてください。まだ21歳やね、みんな。ちょっと攻めるのはかわいそうやああ、そうか。鳥取でも帰ったらどうなんですか。そんなおしゃれな店はあるんですか、鳥取には。ないですね。どうすんの、服とか。通販。そうですね、通販。今やったらどうなんですか、お買い物とかは。三宮とか行かれるの。三宮とか梅田とか。あ、そうなんや。彼女ちょっとあれじゃない、帰ったらストレス溜まらへん、大丈夫。いや、それわかんないですね。ねえ、お買い物やっぱ都会出てるんやったらね、関西弁の男に取られる。今ネットやもんねまあネットあるけどね。でも若い子はやっぱり自分で来て買いたい子多いと思うからね30とか過ぎたらね、もうネットでいいかなとか思うんですけどね。彼女関西に残りたいとか言ってないですか。
まあ、彼女からもう鳥取に帰ろうみたいな。あ、そうなんや、はい、あ、まあそれやったらね、はい、どっちでもよかったんで。関西の男っていうか、もう男いるかも彼女、ごめん、あなただけ鳥取に帰ってきっとバイト君は2番目の男そういうの多いっすね。君はキープ対象や、やめてくださいあ、鳥取に本命の彼氏が実はおるあそれあるかもしれないです、ね、あるのだから帰りたいのあ、ちなみに、まあ、またダッチ君の方はチャンス来てますけどね。解説お願いします。一応、まあ、テナリフ流は、まあ、期待度はそんなに高くないんですけど、一応当たるケーキはここから行ったりとかしますね。何もなくて飽きられるって言ってますみんな幸せ願ってあげよう、ね、お前ら応援してやれよマイナスいや、リスナーさんツンデレなんでね、大概そういうことですか。今200人ぐらい来てるんですけど、多分半分以上ツンデレですんで、この言ってることはみんなこうクソ羨ましいぜお前っていうのが8割ぐらい。なるほど、はい、みんなリア充に優しすぎる。鳥取に本命いたらそれは泣ける泣けますね。そう、泣けるわな。何のために4年付き合っとってんて。そうですよ、鳥取帰ったらたまにはおしゃれなとこ連れて行ってあげてよ。そうですね、じゃあじゃあかんよって言ってます、ね、それはとてもいい意見です。そうですね、はい、鳥取で遊ぶとしたらどこ行くんですか、みんな。もうイオンですね。イオンあ、なるほどね。イオンが強いですね、やっぱり。あれ、やっぱ地方はイオンになるんでしょうかね、ショッピングモールね、はい、え、バイト君は関西で寂しいから彼氏の埋め合わせでしょう埋め合わせない。あ、それでも構わないです、ね、あ、いいや、もうそう好きやな。お前発展した、あ、中出てきました。あ、これはどうかな。これね、疑似さんでも入らないときありますからね。まあ、ワンチャンですけど。砂丘でラクダでも乗っとこうぜはい、ああ最短でまっすぐに一直線に彼女に尽くさなきゃ捨てられるぞって、ね、最短でなそうですね。まあ、あの、女性が尽くすよりはね、男の人が尽くした方がうまくいくって言いますけどね、はい、イオンって何しに行くの。もうイオンに全部詰まってるんですよ。ご飯とかね、服も映画館も全部イオン、一つで済ますから、はい、埋め合わせでもええんかいって言われてますけどねお前どんだけええやつやねんって言ってますけどいや、なんか、まあ、確かに、あの、すごいいい人オーラは漂ってるよね、はい。3年付き合って結婚して5ヶ月で離婚した。あ、そういうのあるんですか。すごいな、これなんでやろう。ちょっと、差し支えなければなんでか教えてくださいちょっと気になる、ね、勉強になります、ね、映画館あるイオンかってね。田舎民にとってはイオンは生命線ですからねって言ってますね。まあ、確かに、あの、地方行くと本当イオン率高いなと思いますね。映画館あるとこいいですよね。確かに確かに。お、ちなみに主任の方も手紙保留来てますよ。これどこ行くかです。どこ行くか疑似連なかったですもんね。ないですね、ちょっと弱いかな。疑似さんがもう最低ラインですよね。そうですね。鳥取のイオンにはホテルありますか。ホテルイオンにはホテル聞いたことないけど。ないですね、はい、ただイオンって安いイメージあるけど結構高いですよねと言われてますね。あ、まあ、いろいろ入ってるんで店が。 おっとなんか急に急に来ました。先読み来ましたね。これダッチ君の方暑いんちゃうか。そうやって僕の方何もなしで、昔で言うジャスコで。お前ちょっと役職チームは弱いかな。これはあんまりって言ってた ね。どうですか、そっちは発展しないと。地方の方はイオンにどのくらいのペースで行くんだろうって言われてますね。僕週1で行ってました。週1誰かおるもんね、多分行ったら。家族総出で週一で。なるほどね。お、あ、金来たよ。今なんか保留変わってたような気するね。変わりましたかね。はい、昔で言うジャスコ。そうそう、ジャスコ、はい、懐かしい。イオンで安く見えて高くつくから買い物はしないって言われてますね。あー、でもイオンしかないんで結局イオンっていう。まあそうよね。近所にイオンあるけど土日めっちゃ混んでる。なぜ行くかわからんイオンしかないから、まあ、そうかもね。主任、さっきの手紙保留から出てきた、防御の防に人っていう字、なんて読みますか。先森です。お、賢い、この人は賢いよ。どっかの某店のスタッフとは違うわ。え、なんて呼んだんですか。これ、防人とか言ってましたよ、誰か近所のスーパーの方が絶対安いような気がする。ロングビーチしゃべる、当たりそう、暑い、黄色の間違い、黄
品これはあるこの演出はとね。これフォーラインじゃないよね。フォーラインやったらやばい。ああマジでいけてない。フォーラインちゃうかこれ。週1で行って何すんの。映画もそんな見ないでしょ。ギジさんじゃなくても全然当たるのがシンフォギア。あーやばい4ライン。あーやっぱ 4ラインやったんすね今の。左口に戻してください。あーすいません。左口に戻してください。メッキだった。黄色ではないってことですね。こっちギリさんの枠が、そうですね。来た。ロングビーチ主任ちょっと見せつけてあります。いやもうここでちょっと交代。あでもまだ1回目じゃないですかこんな。いやその1回で引く。あーそうです。さすが赤か。赤は弱いですね。ちょっと本当最近の台赤安いですよね。そうですね。せめて金出ないとみたいなのが多いね。金もまああんな感じですもんね。ああこれはないかな。これはちょっときついですね。一応チャンスアップ出てますけどね。緑で止まったんです。ほんまですね。あ行かなかったね。やばかった。4ラインが 8% しかなかった。そうですね。なんかあの増えたらおあの熱いって言ってたもんね。この前4ラインで当たった。決意か。昔の赤は期待できたのにまあ空気だ。金とか言ったら誰だ。あれ黄色だろうって言ってますね。あダッチ君、はい、さっきの金文字調べたら7割近くあったよ。あ金じゃないよね。金メッキやんね多分ね。引き強いですね。さっきの赤が一番空気や。あそれは三陽の文句は言わないで。三陽は聖夜売ってる人はもう金でも安いっていうのは分かってる。はい。あこれ離婚された方やね。子供できて結婚、生まれるまで嫁実家一緒に住み出したら、仕事から帰ってきたら嫁の友達が毎日いる。過去男も子供可愛いけど無理やった。あーこれはいやまあこれはねあのパターンやからね。まあでも自分の時間ないよねこれやったら。もうね、仕事で帰ってきて家でゆっくりしたいなぁ思ったら次奥さんの友達毎日おんねんもんね。きついっすね。それ嫌ですね。そうやね。これどうする。ダッチ君のお家こんなになったら。そう、無理ですね。無理ないや。無理ですね。まあ分からんからね、住んでみ一緒に生活してみないと。そうですね、なってみないと分かんないですね。窓紛れゼブラから外してきた。あこれきついね。さっきの金は他の台の緑で、ね、友達が台紙とかきつい。期待度 98% をポンポン外せるのが劣化つ、ね、そんなんぶり。奥さんすごいなって言ってますね。あまあ友達毎日ね。なんでやろうね。それが旦那20歳、嫁21。何もないっすよ。遊びたいんかな。友達毎日来てたらさすがに切れるよね。なんか友達普通気使わへんのかな。新婚さんとかやったらねえ普通奥さんにちょっと言わないんかな。これ毎日はあかんってみたいなね。4年同棲してるんだよね。どうやろうね。普通奥さんの方が人来んの嫌がりそうなんやけどねってね。子供生まれてからもそうなんだ。ダッチ君一緒に関西来たってことは彼女も同じ大学なんですか。あ大学は違うんですけど。あ大学は違うんだ、はい、じゃあ一緒に住んでんの今。あの結構来たりしてますね。あこっち、まあ半同棲みたいな感じ。まあ、そこまでじゃないかもしれないですけど。週何回ぐらいお家来てるの。最近はでも結構来てますね。あっちがもう暇みたいな。暇みたいな、はい、暇つぶしちゃうよね。大丈夫やな、ガッチ君。僕の時間がなくなっていく。ない、はい、やっぱり男の人ってあれなんですか。自分の時間ないとしんどいもんなのみんな。僕はある程度欲しいですねやっぱり。あーなるほどね。あの主任どうですか。ロングビー主任。僕はだいぶ欲しいですね。だいぶ欲しいの。だいぶ欲しいな。今も自分の時間だらけやないか。めっちゃツッコミ入ったけど。そうなんや。じゃあ珍獣君はどうなんやろうな。個人的には気になるけど自分の時間欲しい。僕も自分の時間欲しいです、ね、欲しいんや。どうする。彼女もめっちゃべったりの子やったら無理。まあほどほどにしてほしいですね。最初はまあ付き合い出しはいいけどやっぱその年数経ってきたら嫌ってこと、ね、はい、これ結構ね男の人と女の人でこう心理が違うからね揉めるもんね。皆さんあの男の人やっぱ自分の時間欲しいんだって。男はみんな欲しい。それは自由あった方がいいよ。四六時中一緒はきつい。一緒に住んだ方が家賃とかいろいろお得かと思った。おワンチャン。ロングビーチに行けるこれ。ワンチャンです。ワンチャン絶対本命鳥取におるわ。似た者同士で気にならないよね。あ、ビーチ行った。
あーちょっと弱いか、束縛されるぞ所有欲と言われてますね。まあどうですかね、こう彼氏も安心させてあげるとかやったらいけるかもしれへんけどな、女の人も自由あった方がいいでしょう。まあこの辺どうなんやろうね、その2人の性質にもよるやろうね、きっと結婚には向かない性格ってレベル次第。どこまで行ったらいいんでしたっけ。レベル5行ってますね。これマックスどれぐらいやったかな。マックス10でしたっけ。10っぽいよね。あでも7、あでも7行きましたね。ワンチャン、ワンチャン、やばい。これビタって当たったりすんのかな。あでも7で止まります、ね、7で止まるちょっと弱い。あ、まあ、一応でも、でもこれ、あ、これ当たりそう。あ、レインボーちゃん。これ黄色やね。黄色んじゃうよね。黄色ですよね。はい。もらったかな。ワンチャンですかね。さすがに。疑似1でもこれがあるからいい。7で激アツ。おぉいや、フルーツ柄、いい？おぉゴールド？あー、やばい。ちょ、これ、主任、やばいやん。戻ったやん。やばい。赤までいた。もう一回、もう一回。フルーツ外れるぞって言われてるけど3点はクソ厚い。あ、3点厚いそうですよ。これやっぱ見せ場的には結構いいんじゃないですか、ね、いやバツヤマトさん横で見てますけどね、ちょっと胸をなで下ろしてる感は、うん、でも外れたら辛いですね。あ、3点の響きリーチは絶賞行くより厚い。あとは人気、まあ、あとは、はい当たりました。おもうあとは入れるだけですね。あとは、そうそう、あとはね、右打ち入れるだけよ。問題の、ここの台の。いや、でも入ったら楽しいですからね。そうですね。これ最終決戦があるんですけどね、右打ちは。時短1回足す残り保留4回。多分これ合計5回ってことですよね。そうです。5回で、大当たり確率 7.4 分の1を引く。まあ、これでラッシュと突入率が一応約 51%。これで引いて、シンフォギアチャンスに入れば、継続率 80%。はい。もろだよね。いやもうこれ入れて引きすぎますね引きすぎますねいや いい仕事しますね。いや負けた。ただ入れないと、入れないと主任、ね、入れないとあと2回初当たりしないといけないんで。ほんまや、3点は熱いんやね。すごい当たっちゃったね。そのシンフォギアチャンスをお願いします、見せてくださいって言って、まあ任せてください。あ、これのオーバーのやられ顔がおもろいあ、負けた時のこれ、ね。あ、問題の効果。そうですね、これほんま放送でまだ1回もね、シンフィアチャンス入ってないんで。じゃあまあやっぱ最初に入れますよ。そうですね、ちょっとやっぱ主任はね、やっぱちょっと格が違うとこ見せてください。やっぱ引きも違うとこちょっと見せないと。たださ、お前ら忘れてるやろうけど、ノルマ3年やぞって言ってますそうそうそう。ちなみに、あ、でも青弱いね。あー、これはもうちょっと緑欲しいですよ。あ、まだまだ。ここでどんだけ昇格するかも。お、絶賞あるやん。これこれもらいましたね。これ、あ、しかも赤丸よ。これはもらいました、ね、これあれじゃん、保留連の可能性あるんじゃない。いや、これもろてるやん。じゃあこれはもう引き継ぎということで。え、絶賞、もう引き継ぐ、もういい、これで当たるんじゃ。いや、もうこれ引き継ぎでいいです。え、あっちーって言ってる。勝ったぞーって。絶賞はもう確定かな。じゃあもうほぼ確でしょ。もう赤は、赤は熱い。もうあと3連していただいて。俺この前でも絶賞で外した俺も変わりました。じゃあじゃあ、ちょっと待ってね、じゃあ、はい、まあ、え、まあ、赤、熱いんやけどな絶賞あるんで、これ、バツヤモトさんに変わってちょっともう保留変わったとかないよね、大丈夫やね絶賞熱そうやけどな。これ確定ですか。いや、激アツですよ。激アツ、うん、今、リスナーさんからのコメントで、あの、絶賞でも外れたって言ってた。でも8割ぐらい、絶賞で外れるんやばい。絶賞 90%。 つまり 10% は外れます。あ、全然ありますね。あるよ、だって00ラインだってさ、 90% 継続とか普通に外れるし。絶賞 92% あるから頑張れ。逆に青で当てる。あ、そう、それもいいね。じゃあ保留連。そうそう、保留連、保留連。いや、美味しいな。昇格させると結構釣りやすい。え、嘘が多いってこと。赤つきって外れたことある。あ、赤3つきてってことか。赤3つ外れるのきついね。青で当ててみようってやってますね。いや、そういうかもうね、絶賞を守ろうかって思うもんね。まあ、青で当てていただいたらかけて保留で残ってるんでね。うん。しかし最後に絶賞あるのが危ないそうですね、最初の絶賞やったらそうですそうですね、安心できるんですけど、最後ってなると外れる確率 8% あるなら余裕で外れる。外した方がおもろいってね。もう大はってなるよね。コメントもうわーってなる。外れた時にフィーネの顔がくれば期待。ボタンを押した後砂嵐じゃなかったら次の期待値が上がる。
ね、シンフォギアはやっぱ忙しいなって、ね、それがでも好きってわけで、ラスト、まあ、ラスト1でしょ、いやもういけるでしょ、いやいけるでしょ、主任のちょっと力を見せていただきましょう、絶賞外したら低周波確定でお願いします。砂嵐だと、おフルート、あフル、あレバブル来た、あいやもう当てていただいてね、いや右打ち見して、もう3連していただいて、こっちの勝ち、続けていくわ、お前歌ってる、来た確定です、確定じゃないでみんな。、まあ、9割っすね、9割9割はい、おお、じゃああとはちょっと連射していただいて、ほんまですね、3連ですからノルマ、あそうか、あと1回当てないと、レバブルは 75% あるよ、あじゃあもうほぼほぼちゃんとこれ2個目っていう計算、2回目やな、これで2回、これで2回、うん、ポコーンした、そうですね、なんかボタンの音ねパコーンって聞こえましたね今、単発希望。最後の最後でやるとかドラマチックすぎる、あと1回当てなあかんってこと、そうですね、80%、いや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 、これ、しかも15、ここから底落ち期待と言われてます。底落ちされたらつらいっす、まあ、今でも一瞬に手根号機ですからね、底落ちも全然ありますしね、そうですね、これ ST ですかって言われてますね、一応どうやったかなシステム、ちょっと待ってね、誰で行く、お誰で行きます、誰で行く、あもうそれ上から順に行きましょう、上から順、一応電サポ主人公でいい、響ちゃんですか、これ誰が一番人気あるんでしょうね、私あの水木奈々さんのキャラが一番人気あるような気したんですけど、違うのかな、スペシャルフィーバー欲しいな、バツさんの好みでいいんじゃないですか、そうですね、おお16で何やこれは、あ V ギアカンパなんか忙しそうなダイヤだこれ、一応ちなみにシンフォギアチャンスは、デムサポ時短7足す残り保留4個、11回かプラス、全部でその間に 7.4 分の1を引くお仕事になりますので、これで継続率が 80% だそうです、8ラウンド以上ですね、 V コンボは、あ最大獲得ということは16、いや15ラウンドか、うーんなんかすごいやん、すげえ、いやーさすが主任ですね、あ俺のクリスチャン、クリスチャンが好き、意外に履歴に2ってある落ちるシステムですか、緑がいい、11回転で 7.2 分の1を引ければいいです、そうですね、実質時短だけで ST だと思っとけば OK、 2種混合機 7.2 分の1を11回のショート ST、ダッチ君いい思い出できたね、罰ゲームできるね。まだ相方いるんで、マクロスのラウンド告知みたい、響きと先森さんが無難かなーって言ってますね、これそろそろ変わった方がいいっすよ、変わる、はい、変わったらもしかしたら流れ変わるかも、はい、変わります、流れ変えな、やっぱり流れ作って引き継いだんで申し訳ない、いけるごめんね、ちょっと狭いけど、じゃあダッチ君から珍獣山口君に帰ります、はい、ダッチ君じゃああっちあの長間さんの横座って、はい、思い出という名の黒歴史間違いないよ、当てろよお前、ちょっと今役職チーム出てますんでね、一応これは初当たり込みで今2連目という感じでいいですかね、はい、V ストックはノージェル見せてくださいってやってます、ね、響きで、あ、いきます、響きじゃんって、響きでいい最初は、主任がね、今指示出してましたけどこういうアニメってどうなんですかね、私主人公があんまり人気あるってイメージがないんですけど、やっぱりあの他のキャラの方が人気あるんですかね、図柄増殖タイプマリアみたい、昨日シンフォギアで22連しました、 80% の引きすごいね、羨ましい、うわ V ストックで落ちるって、ね、22連羨ましい、これほんまここで当たるくせんねんなあ、でも続けていただかないと、そうですね、まあ、一応11回ありますんでね、もう当たるくせえ、ここで落ちたら終わり、罰ゲームですよね多分そうですよ、社員組も罰ゲーム、一応 7分の1を、ね、11回で引くお仕事、でもこの後当てたらアーバンスパジック、そう落ちる可能性もありますもんね、全然、結婚は妥協と我慢と諦めレベル7ビジネスゴールドユータ
あと忍耐も大事ってやってますね。よかったよかった、当たったよ。一応赤激闘来てますけどね、どうでしょうか。スパロボ思い出したってやってますね。スパロボっぽいですね。でもほんまにそうですね、最近やっぱこういうスペックの台多いですからね。私はあのライトミドル大好きなんで、こういうスペックはどんどん出てほしいなと思いますけども。赤のエース1個もないっすね。まずい、やっぱりダメだなこりゃ。これ終わるぞってやってますね。絶対終わるわこれ。え、80% っすよね。 80%、継続ね。さすが。個人的に過去編中のエースはマリアが好きですって。あ、マリアね。11回始まったけど大丈夫ってやってますね。もうあと5回しかないっすかね。あ、ワンチャン。あ、でも赤来ましたよ。やばい。スイッチが確か熱いですよね、これ。全サポーです。お、転売した、転売した。これ外したらでも終わりっすよ。すごい、冷酷ですね。厳しいっすね。解説めっちゃ冷酷やわ。金あるんだよね。赤ダメじゃないってことで。でも下も赤い。赤、うん、下赤いきましたよ。核変やって当たるんちゃうんすか。戻りチャンス。まだ5回あるから大丈夫。お、金や。黄色じゃない。待った、黄色や。そう、あ、外れた。復活あるかもしれない。え、復活ないの。あーし、おい、黄色や。外れたってよくあるよくある。でもあれでも外れたらなんかもうないんちゃうかって思ってますよね。黄色さすがっす、当たった。おいおい、あ、5点。え、お詫びのやつこれ。基本赤とか金じゃなくて発展の展開だけ大事だよって言ってますね。あれミックって確定やん。あ、さっきのミックさん、あれ確定なんや。 あ、そうや、あれあれですもんね、主人公のお友達よね、あれ確か。激アツのミクさん確定。あ、じゃあワンチャンじゃないですか。最後一歩手前は結構熱いの来るような気がする。確かな、緑やでした、フルパワー。あ、でも3ライン来てるっすよね。おー、 お、3連達成。マジか、珍獣くん頑張って。アルバイダーくん頑張って。こちら何もないです。何もないよね。当てたの、当たった当たった。ちなみにさっきのカットインが最初に出たんですけど、あれが一応コメントではあの確定というふうにいただきましたけどもね。引いた引いた。この最後の1回転を保留4つ分一気に消化っていうのが楽しい。あ、よかったですね。当たった当たった。隣どうなってんすか。隣は通常演出をお送りしております。大人げないですね。大人げ。いや、あとはもうどれだけ続いていただくか。そうですね、まあまあ間違いない。ないです。とりあえずバイト君罰ゲームオーベン。とりあえずこういう台が検定通るならパチーはまだいけそうって言われてますね。まあそうですね、時代の変化でね、またあのゲーム性も変わってくると思いますんでね。ラストは窓曲げみたいに1回転で 5回転分抽選になります。あ、バツ山本さん、キャラ演出次マリアにしてほしいと言われてますね。かしこまり。これ変えれるんですかね、途中途中途で。確か毎回1回とかね。お、またこれフルコンボですか。おお、すごい。俺もマリアが見たい。マリアファン多いですね。やばー、のそらそら脳汁やわ。こんな引き。三京さんはこの爽快感作るの上手ですね。引けっていうの、あのヤマトもそうやけどね、変えれるよ。やっぱ後継族は需要があるってことですね。あ、ラウンドの途中で変えれるよってやってますね。ラウンドの途中で。いや、まだあの切り替えあるんでしょうね。あの多分あのどのキャラにしますかみたいな。多分後半あたりあるじゃない。そうですね、ありそうです。よしみに変えたらいいんですか。あ、手紙来そうです。手紙フル来ました。このシンフォギアの大当たりの音は人をダメにする。あの高揚感が出るってことかな。シンフォギアは曲いいですよね、疾走感ありますし。三挙のでも球を抜くの嫌い。ちょっとだって大学変わってから変わりましたもんね。つまり鳥取も台の展開も何もないということで OK ですか。鳥取なうのよ、ね、シンフォギアピロピロピローンじゃない。一応今あれよ、手紙保留来たよ。頼む。今あの役職チーム勝ってますね。だってシンフォギアがいい。
あ、すみません、ありがとうございます。以上、店長が今様子見に来られましたが、お、そう、お、あるある、お、これき、お、来たよ。あ、2位まで、ギジギ、いけ。じゃあ、珍獣山口くん、ちょっと、はい、ダッチくんとは違うところをちょっと見せてもらってもいいでしょうか。そうですね、やっぱ珍獣、徳島はやっぱいいとこなんで。あ、徳島はね、はい、お、お、ギジさん、いい、いいよ、いいよ、3ですね。俺も入ったし、いける、いける、いや、俺も入ったし、やっぱリーチの発展次第で、これといって熱いのはないがってことあるかもしれない。ワンチャンやっぱある。その手紙は不幸の手紙。あ、ガングニール金弱いですかね。きついかな。ないな、弱い。あ、お、お、どこ行け。あ、ちょっと弱いかな。誰、誰、マリア、マリアで、マリアがいいって言ってます。はい、あ、帰りましたね。じゃあマリアで、はい、各編マリア。激アツはレインボーだけ。この台激アツフルーツだけですか。あとステージ以降でなんかプレミアステージこうっていうのがあったはず。あるよ、マリア来た。さっき当たったのはフルーツでした。あ、これはちょっとアルバイトチームは厳しいかもしれない。あ、外れたね。あ、厳しいですね。レバブルと剣が熱い。あと先読みでね、あのロゴ落ちも熱かったですけどね。これキャラ変わった途端ちょっと流れ変わるみたいなね。大丈夫かな。じゃあね、これリスナーさんマリアみたいって言ってたから、マリアのマクロス感。なんか珍獣は技がない。珍獣技がない。なんか技出してる。いや、まだまだバイトの台ちょっと見せ場ないです。全然ないですね。はい、僕一回ちょっとあのダッチ君が熱いの出たんですけどね、ちょっと残念ながらひよっち。なんか珍獣技で、やばい、珍獣技出してよ。なんかお前ですね、ちょっともう無理やり、無茶振りすぎます。マリアさんはマントが本体。マリアってひかささんの付け。そうですね、ひかさようこさんですね。コンビニ行くけどなんかいるってことですね。じゃあファミチキお願いします。バイトチーム見せ場ゼロだよ、大丈夫ってやってます。あ、これどうですかロングビーさん、 いけそう。微妙、微妙。後ろの人冷静ですよ、めちゃめちゃ。微妙。あの解説員めっちゃめっちゃ詳しそう。終わりそう、やばい、終わるんちゃうってやってますね。ボタン普通ですね。あ、やばい、これ、やばい、終わる、多分当たんないですね、これ。やばい、もう落ちそう。一応店長が言うノルマ3つ 3連はクリアしましたけどね。あ、すごいですね。あと復活してくれるかどうか。え、キャラ変えたから終わるフラグ。うわ、2つやばい。流れ星に期待しよう。あ、復活演出あんのかな。リザルト画面で復活。あら、まだわかんない。まだわからん。あ、流れ星、最後の1回転の流れ星。ああ。まあ、まあ、しっかりノルマ。お前や、3年で終わらせてるし。ハンデ、ハンデですよね。すごいな。すごい。ちなみに珍獣館あと何分やと思う。あと5分ほどぐらいですね。あと5分やね。あと5分や、ね、3連の鬼。これはひどい。うーわ。あるあるっすよ、あるある。これは先輩や、しょっぱいって言われてますね。そんな忠実に3連守らんでよかった。間違いない。どっちにしろこの時間から3連は無理かな。ここでバチンってビタ当たりして一気に右打ち入って、もうすぐすぐ当たれば間に合うかも。保留でしたら、そうですね。結構なところの放送も新放棄やれんチャンス少ないで、そもそも初当たり引けじゃないあの放送もありますからね。当たれば延長もありやけど、まあ当たらんかなって思いますね。頑張れ。あ、一応あれですね、チャンスいきました。
これさっきダッチ君やったっけ、はい、外れ、これは当たんなかったもんね。まあ外ったら引いてないんで。外れで引いてない、はい、1球球って重いんだなぁ。まあでも枠内調整は上手でした。そうですね、放送枠内の調整はもうバッチリ上手でしたね。はい、これでもさっきコメントで22連したっていう人いましたけど、すごいですね。めちゃめちゃ引き強いな。まあ今日はでも一応右打ちのね、新フギアチャンスまで入れてもらえたから、一応あの放送の中の取れ高としてはあの満足でございます。俺 AKB の199で大昔750ハマった。ある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 、全然あるある。アマデジでもあるある、ありますよね。新フギア20連してる台はよく見ます。まあ、ちなみにちょっとね、今日あの御影店さんの新方言2台お借りしてるんですけど、あの50回超えしてますからね、大当たり。すごいね。連チャンもやっぱそこそこしてますからね。ね、10連とかもあるもんね。俺も17連最高。最高21連ありますが、基本は突破できないもんね。やっぱ 51% の壁がね、なかなか突破できないですよね。まあでもこの台私もねちょっと興味あって楽しそうやなと思うんですけど、なかなかね私の行ってるホールさんには置いてないのでちょっと残念なんですけど。なんか置いてる店少ない、ね、少ないですよね。もっと置けばいいのにと思うんですけど、なかなかね難しいかな。突破したらシンフォギアはなんとかなるからな。そうですね、199って750は甘い。私かっこマイマイ様だけど99分の1のアマデジで1000ハマリ超えてる。あるある、私ほんまにやってますから、アマデジで1000ハマリやってますから、ね。今から彼女に生電話で公開プロポーズで30分延長サービスがございますが、どうしますか、ダッチ君。僕ですか。ダッチ君が彼女に生電話してプロポーズ、延長サービスお願いします。延長サービス、お客様延長どうされますか。音フェスで1200ハマリやる、やるんやったら。そう、不遇やで、この似たようなスペックの窓かが導入日近かったから、ね。私、まあ正直マドカよりはね、シンフォギアの方が個人的には好きなんですけどね。終了。平和は波がないから千ハマリはよく見ます。と言いますね。私がハマった台は三葉の聖夜ですけどね。はい。まあまあ、確率なんてわかんないですよ、本当に。窓マギ319の319やん。って言ってますね。そうそうそう。窓マギは319ですからね。私が千ハマったのはエレックのギャラクシーエンジェル。窓マギなら33連してる台、この間見た。マドカは重いからねってやってますね。その初当たりもね結構319なんで大変ですけど、じゃあどうしますかね。一応、時間あと1分ですけども、いやー、珍獣君1回ぐらいちょっとね。そうですね、初当たり1回は引きたいですね。まだまだね保留、暑いのもあんまり来てないんでね。そうですね。終了。やばいね、ちょっとカウントダウンが3点やけどね、3点やけどね。発展はしないよね。ほらマリアさんもうろたえるなって叫んでる。確かに一応この先読み告知多いんですけどね、ちょっと画面ずれるやつね。ギャラクシーエンジェルの4点って絶対当たらないっていう伝説がありました。あ、そうなんや。ギャラクシーエンジェル懐かしいですけどね。ということで1時になりましたので、今の保留で終了にしましょうか。一応ね、あの山口くん全部保留貯めてもらったけどね。祈るやん。お前めっちゃ祈ってるわ。一応横ではあの今と店長が今罰ゲーム作ってましたんで、バイト君罰ゲーム。シンフォギアすげえ煽り多いけど強いのリーチの発展次第だけっていうのが。珍獣技最後もしかしたらね、いきなりビタードーン、まあ、それで当たったら別にもう負けでいい。あ、まあ、あの TKO でね。テクニカルノックアウトで。ギャラクシーエンジェルで当たらないのは6点。関西で初めてシンフォギアチャンス入ったのは良かった。そうですね、本当に2回あったんですけどね、当たらなかったことは。おっと。なんで疑似連いた。あ、これとどめ刺すつもりですか、役職チームは。すごいな、刺してもいいかなっていう気持ちでおります、ね。そうですよね、ちょっと美味しいですけどね、これもし当たれば。お、ギジさん、ギジさんっすね、いきそうですね、ギジさん、
ガセはないでしょ、赤系着てるんで。おお下手しい声とどめ金系来たらね、もうまあまあチャンスじゃないですか。ほらウルトエルナ言われてますよ。お、赤はでも弱いか。金で出たらワンちゃん。5%。ビタ 5% とかやったらおもろいですよね。いやこれ終わった、これじゃあ外れたら終わりましょうか。まあ、外れたらって言うてもだけど地獄に落ちろってさ、ね、Go to hell 言ってたね2% って、ね、5% あったんやなはい終了、ありがとうございます。いや時間調節素晴らしいですね。ありがとうございます。シンフォギアの図柄めっちゃでかいよね、大きいね。はいってやってますね。どうぞ。Go to hell のお時間がやってまいりました。私たちでいいですか。ありがとうございます。え、勝者。はい、勝者。なるほど、あ、ご褒美もある、素晴らしい。ありがとうございます。夜食と、夜食とありがとうございます。あ、ありがとうございます。ちなみにこれじゃあちょっと井本先生教えてもらっていいですか。今日のメニューなんでしょうか。メニューはコーヒーと牛乳です。あ、牛乳ですか。牛乳。お、コーヒーと牛乳。若いから牛乳飲まない。軽いっすね。お前や。あ、なんか夜食のパンを。あら、いや先生優しい。どれか選んでもらった方がいいですか。なんかそういう感じですか。あれなんか怖いな。あるんすか。じゃあ一番端っこをいただきます。まあ中もらいます。パンに仕掛けがあるのか、あの飲み物の中に何かあるのか。パン上から開けて。上から開けてね。はい、これ何入ってんねやろ。どっちやろな。私もごめんなさい、ちょっと想像できない。なるべく思いっきりガブッと。おお、美味しそうに。いけるだけ。普通のパンですね。じゃあいただきます。こんな美味しいパン食べたら。香りとかも全然普通ですか。合言葉であるか。合言葉。あ、でも普通。じゃあ、はい、食レポしてね、ちゃんと。はい。じゃあいただきます。じゃあ皆さんで。はい、店長いただきます。いただきます。いやご飯くれる店長なんてなかなかないですよね、放送で。食べてる食べてる。え、普通。おいしい。ちょっと待って、真ん中の人ちょっと顔おかしいですけど。え、なんで真ん中の人顔おかしいですよ。ちょっと汗出てますけど大丈夫ですか。え、あれ他の方普通よね。あ、ちゃうわ、横の珍獣が吠えてるよ。何当たった何当たった。カーフェ中、そう、ちょっと中身してもらっていいですか。すごい。うわ、マッキッキーや。うわ、やばい、すごい。すごい、これ。珍獣くんか。あ、僕全然。あ、すみません、山口くんちょっと食レポお願いしたいって聞いてるんですけども、どうですかね。すごく美味しい。多分どこの県産かわかんないですけど、はい、わさびが入ってわさび入ってんの。え、わさびか、これわさびか。松山さん、ちょっと食レポなんかないですかね。リア充様。あーめっちゃ緑だったすごいですね、これめっちゃ牛乳飲んでる。全部食べてください。いただきます。頑張ってください。あれあれあれ、ダッチ君、ダッチ君、ダッチ君普通にパン食べてるやん。めちゃくちゃ美味しいっす。嘘、ええー、のこれ。え、これ珍獣君ええー、の中はあれやん、ええー、のいやーこれはあると思わないぞ。でもちょっとリア充やしね、ちょっとせっかく鳥取帰るからね、全部食べてください。過去非常。いただきます。あ、食べる。すごい。笑ってる笑ってる笑ってる。あ、まあでも美味しい。美味しいですね。美味しいの。いや、一気に食って、ちょっととんでもないっす。ぎゅうぎゅう飲んでる。これとんでもねえ。まあね、残念ながら罰山本さんもなぜか罰ゲーム当たるという。うわ、すごい。鳥取帰るから思い出作らなあかんよねって言われて、とんでもないっすね。涙出てるやん。ちゃんと食べた。大丈夫？目覚めた？とんでもないっすね。とんでもないっすね。一周回って美味しかったんかなって言われて。はい、じゃあどうしましょうかね。じゃあ主任、ロングビーチ主任、じゃあ、はい、告知、皆さんちょっともうダメージ受けてますので喋れないと思いますので、じゃあキコロアタを見かけての告知お願いしていいですか。はい、この多分1ヶ月ですね、10月9日まで休まず営業していますので、はい、この連休も含めですけど、ぜひご来店お願いいたします。
後ろの人大変やな。あとはまたちょっと10日はですね、10月10日お休みいただきまして、はい、10月の11日に寝台入れ替えを行いますので、この日ぜひご来店よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、あ、もう皆さん全部あの罰ゲームのご飯も試食された感じですか？あの、はい、1人食べてない人おるけど大丈夫ですかっていうコメント来てますけど、大丈夫ですよね？大丈夫ですよ。でも食べた方がいいですよ、本当に。食べた方がいいですよ。めっちゃ見とう。めっちゃ見とう。お前めっちゃ中見とうわ。行きましょう。一口引きます。お、行く。結構いった。くすっと笑ってたから。フェイドアウトしてもらって。お前ね、あれはちょっと見せれないですけど、食べた方がいいよ。食べた食べた。いや、まさかなんか美味しそうなパンやったんですけどね。私ドリンクの方に実はなんか、そう、あんのかな思ったけど、そっちやったね。それも入ってたらちょっと鬼ですけどね。はい、ということで、気候の頭を見かけてぜひ、10月9日までは休まずに営業させていただきまして、11日、寝台入れ替え初日となっておりますので、ぜひ、ご来店お待ちしております。お願いします。お願いします。はい、ということで、気候のチャンネルね、明日は、気候な綺麗売り割り店の放送になります。次の、神戸エリアは、9日の扇店になってますのでね、ぜひ引き続き気候のチャンネルよろしくお願いします。ということで、じゃあ、鳥取はいつ帰られるの、ダッチ君？2月ぐらいに帰れます。2月に帰れるんですね。はい、まあそれまでにね、なんか放送あったらもう一回ぐらい出てもらえたらなと思いますけど。まあ、機会があれば。じゃあその時はじゃあプロポーズ。生電話プロポーズやりましょうか。はい、ちょっと台本考えておきます。わかりました。はい、ありがとうございました。本当に。はい、じゃあということで、このチャンネルこんな感じで終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。